バングラデシュ軍は、バングラデシュ陸軍、バングラデシュ海軍、バングラデシュ空軍を含むバングラデシュの軍隊である。準軍事組織としてバングラデシュ国境警備隊、バングラデシュ沿岸警備隊、バングラデシュ警察予備隊があり、有事の際には国防省の指揮下に入る。バングラデシュ軍の最高司令官は大統領である。バングラデシュ軍の管理、運営は国防省が担当する。 オスマンアンマイナス32輸送機バングラデシュ陸軍は126,153人の兵力を保有している。陸軍の主な任務は国の防衛だが、ジッタゴン丘陵地帯におけるアプットフの総統作戦にも投入されている。参加に村落防衛隊を置いている。バングラデシュ独立戦争や湾岸戦争にも参戦した。 バングラデシ海軍の旗バングラデシ海軍は16,900人の兵力を保有している。参加には上陸船を担う特殊部隊、スワズを置いている。バングラデシ空軍は14,000人の人員、215機の航空機を保有している。バングラデシ国境警備隊は、平時は内務省の指揮を受けるが、有事の際には国防省の指揮を受け、陸軍を支援する。 バングラデシュ警察予備隊は、平時は内務省の指揮を受けるも、有事は国防省の指揮を受け、陸軍を支援する。バングラデシュ沿岸警備隊は、平時は内務省の指揮下にあるが、有事の場合は国防省の指揮を受け、海軍を支援する。村落防衛隊は、チッタゴン丘陵地帯における、先住民族から入植民を守るため設立された、政府公認の民兵組織。 訓練は陸軍、国境警備隊、警察予備隊が行った。ありがとうございます。